なんか兄弟みたいじゃない？めっちゃいいんだけどこの関係。ということでやっていきましょう。ホローナイト実況続きでございます。前回から引き続いてこちら怪しげなステージ、名前がねわからないんだよね。まだ地図もなければ、でもこの謎のねちょっと王国チックなところを探索していきたいと思うのですが、敵自体は別にそんなね騒ぐほど強いわけじゃねえんだよ。だから別に何も困りはしないんだけどさ。何が困るってね、何この金、あ、そんな出ねえんだ。帰れないんだよね今お家に。これ大丈夫って。涙の都、何この毛。おい、俺と戦いってやつがいるってことか。そういうことだな、わかった、戦ってやろうじゃねえか。なんかね、いつぞやかね闘技場があるみたいな話もね聞いたのよ、どっかに。なんかね強い剣士みたいなやつがねいたんだよ。ちょっとそれは動画外でやっちゃったんだけど、ただの会話だからね、別になんか物語がそれで進んだわけじゃないんだけど、強き者よみたいな、強き者よ、なんか強くなりたいんだったら強いやつと戦えみたいなこと言われたから、かなり IQ 高めなね感じに僕今言っちゃいましたけど、カブトムシだ、永遠のライバルじゃねえか。待って、これ武器め鍛冶屋か闘技場増加兜、そんな優しく考えやって作れるの、それ何作ってんの。また聞くとえる釘を持っ、またき、え、またそこに置いて後でまた戻ってこい、その時まで生き延びてやる。俺まだ初めましてです。あ、てっきりし、あ、そういうことね、釘鍛冶を探してるのか、ならわしがそうだ。喋るのは不得意だが釘の修理をしたいのであれば、いつ、ん、あればそいつはわしの専門分野だ。初めてです、聞いたの。だいぶ傷んでる。マジで、お前が望むならその釘を鍛えてやる。ありがてえ、払いますもうむしろ有金全部払います。マジで、あ、かっけえ、かっこいいかっこいい。鼻の部分を研いでおいた前よりもずっとよく切れる。威力上がったってことですか先生。うん、蒼白の鉱石を持ってくれば。あー、特殊アイテムがここから必要なのか。見た目は変わらないです先生。ふっと、え、 1.5 だ。今まで攻撃が1だって考えたら 1.5 だね攻撃力。これかなりありがたいかも。攻撃力上がったね。ここ覚えとこう、てか覚えとこうってか、そっか、マップ手に入れちまえば別にいつでもここ来れるようになるのかな。そもそも帰れない今の俺の状況。4回で倒せるわ。あ、強くなった、普通に強くなっちまった。250だけ払って。この下は泥みたいになってんのか、それとも虫だからか泳げないのは。タガメとか出てきたらヤバそうだな。肉食昆虫は怖いからな。なんだこれ、トンジューの鍵、あー750円で買ったやつだ。え、オーケーのさ、これ絶対ダメこれ絶対まだだから回収要素でなんか俺はこの鍵使うんかなと思ったらそうじゃないんだ。もう普通に進むために必要、全然次のステージの場所じゃん。てかあんな高価なもの使って進むところなんだ、相当むずいぞ絶対。まだ行くべきではないだろう。ここの地図を手に入れてからだっていう風に言ってらんないんだよね普通にね。行ける場所ねえじゃん。このまま右行くか。だって奉仕の森もね、あのなんだっけ、その下なんだっけ、なんとかの森みたいな新しいのあったじゃん。アモンガース、え、なにムービー、ここそんな重要な場所なの。めっちゃこのさ、俺ガフ好きなんだけど、え、アデュエロ先生かっこいいかっこいいここで戦うんですか。またあったわね小さき亡霊。物事を見抜く力には自信があったけれど、
あなたのことはびっくり、あなたのことは見くびっていたわ。でも今はその実態を理解した。あなたはこの王国の鏡の先を覗いたもの。境目をか？鏡じゃない。境目？あなたの力は2つの虚無の中から生まれた。この王国の中心にたどり着いたことは驚きではない。そしてここに来ることであなたは知ったはず。この場所を維持するためにどのような犠牲が支払われたか。それを知りながらあなたはそれでもハローネストの終わりなき循環に挑もうとしている。灰に埋もれた墓とそれが与える刻印を求めている。頭はてな。ホローナイトの記念碑、それは遥か頭上の黒き部屋に眠る。その犠牲の上にハローネストの永続性は確保される。小倉の神殿がアップデートされました。ここはいけるんだ。あ、かわいい。なんかアデュード先生、アデュード先生、あ、無理だ、いけね。高さ的に絶対無理だ。ジャンプが足んねえわ。あれ、アデューロ先生、ここ違うんすか？え、じゃあさ、必然的にさ、いや、そんなことない。だって、鍵なか、買わなかったらさ、ここから抜けられないなんてことある？さすがにそんな、ことする？これ、道中どっかでジャンプで降りていくってパターンか？そうだ、合ってた。なんだ、お前！うわ、ずるい。空飛ぶのはずるい。俺も飛びたい。待って、イバラのトゲの効果がそんな強くない。今つけてんのよ、イバラのトゲみたいな。あの、ダメージ食らったら自分の体から針飛ばすみたいな。大して強くねえな。 0.1 ダメージぐらいか。まあ、でもないよか、マシだもんな。なんだあれは、欲しすぎるぞ。光物には目がないんでね。ハローネストの紋章。声かっこいいな、お前。声はかっこいいが、これでおしまいだ。俺の相手にはならねえ。着地がありされた。くそー、あんなザコに2もダメージを受けるなんて俺も落ちたもんだな。ほい。おい、ブン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 飛ぶな。よし、こっちだ。道あったね、やっぱ。やばそう。いや、重そうな攻撃してくるな。こいつ攻撃絶対に入るわ。強いね、硬いね。なんだここ。一発当てて、いや、1しかいねえ。じゃあいいや。大したことねえじゃねえかよ。図体でかいのと。だったらこいつの方がまだね、きついわ、戦うの。1、2、3。3連撃ね。まあ悪くはないよ。こっちは1連だからね。ふんふん、聞こえるね。いや、地図が欲しいな。ごめんね。いや、これゲームの穴が悪い。私は決して悪くはない。何、新しい。ちょっと待って、攻撃範囲広すぎ。斜め突きもできんのか。今の敵は覚えておこう。奴と戦う時は必ず真下を取りながら戦った方が良さそうだね。いや、そうやって成長していくもの、特に何もない。うわ、ちょっとここ楽しい。俺ここ好きかも、この感じ。え、上ある？エレベーターにも乗ってないからね、まだね。行ける場所はまだまだたくさん。短い毛は大丈夫。一回引いて。はい。はい、オッケー。いやぁ。敵自身。いやぁ、お前は嫌い！ここトラップ部屋か。やらしいことしてくれるぜ。こいつは、真下真下。うまいな、立ち回りが、あいつ。うわ、真下にも投げてくんのかよ。まあ、それ普通に考えたらそうだよな。地図、地
チーズ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 が右に売ってます。場所覚えとこう。右の方から上に行ける。 OK 了解。おいチーズ買えるぞチーズ買えるぞ。これさこう行くってこと。そうだね、了解したぜよアンダーソンくん。はいアンダーソンくん、ほいほい、行って。ちょっとさフォーカスの速度を上げたいかも。回復のねちょっと上げたいな。今現状これだと厳しいかもしれない。やべ、イモルだイモルだイモルだ。よしガチンコファイトでいける。臆するな臆するな。よし結局脳筋結局脳筋よ。この上か。はい。ああ聞こえた声。装置の中に一応入れとくか一回。何これは。あベンチだ。あ地図ない。地図買おう地図買おう。久しぶり。ああここまで通ってきた。あの無秩序で曲がりくらったかいようがない。ここまでの様子の違い、これまでに作成した買っていくかい。買う。地図が更新されました。涙の都。あーまだやっぱ行けてないとこだらけだね。じゃあ行くしかないんだね。まあ、お金稼ぎの虫はつけときたいからな。重心安定。あ待って重心安定。いや待って今さら重心安定つけてもだよな。慣れちゃったもんな今このノックバックに攻撃の。逆にそれで敵の攻撃避けるゾート。おい歩く方向に気をつけろこのつぶ濡れ小僧が。水が跳ねるだろうが。いやもう今さらだろ。はい戦場は頭上からは、うん、常にそうね頭上気をつけろってことな。敵出てくるしみたいなね。はい。もうそんなビビってるおめえと違って俺はガンガン進むぞ。あれこれキノコの方あいつ強いんだよ。強いからこそしっかり見て。うわー雑魚頭が悪かった敵だ。これどこ続いてんだろうな。あこれ下行けば奉仕の森行ける。で上行けばあれだ一度開通しただから女王の駅の方か。これこれはねよくないわ。ほいよいしょちょっと待ってな。上に行く必要があるのかって言われたら別にないんだよな。奥進んじゃった方がいいわ。次の開拓地に行った方がいい。俺は新しい場所を求めている。上行きたいな。右行って上だな。この神秘のオーラムンムンに出してるこのステージ。やばい敵かもこいつ。やばいやばいやばい。なんだこいつ。はあ突然出てくんなよお前しかも魔法使いタイプやめろ。苦手だ俺は。ソウルの聖域なーにそれ。お前俺をどこまでワクワクさせんだこのゲームはでもこれ左隣にマップおっちゃんがいる場所だよな。調べる。光沢のある金属でできた飾り扉だ。鍵を差し込むのか。これ簡単な鍵かもしかして。もしかしてもしかしてだけど待って。あこれゲーム上いけなくなってる。もしかしてなんかどうにかこうにかすればいけそうなんだけど
頭当たんなきゃいけんな。あ、無理だ。諦めな。ちゃんと正規ルートで行こう。ゲームだ。楽しまなきゃいけない。わかるかい？近道をするのもいいかもしれんが、近道をせず、制作者側の気持ちを考えろ。めっちゃ綺麗。なんなんこのゲーム。ストレス社会のあなたに届けたい。わからん敵が出てきたの今。これ今ソウルのやつ破壊したらソウルが出てきただけで別に特にって感じか。うん。このエレベーターも気になるところだが、さ、壊して得あんの？オッケー終わり。嘘でしょこいつ雑魚敵かよマジかよ。雑魚敵。うわーマジか。上取れたと思ったのに。一旦攻撃避けて、強すぎるかも。あれであいつの攻撃力が2だったらやばいね。なにこれ。記録、アバ。その精神は依然として我らの足かせとなる。いかにしてその拘束より、離脱？脱走できるか？純粋なるフォーカスを得ることは可能なのか？これ絶対フォーカス系の能力手に入れられる、ここで。絶対もらえる。体力マックスだ。これ破壊することによって出てくるだ。出てこないんかい。上がこれで開通した。こっちからじゃあ行くのは正しかったんだな。で、エレベーター乗って、上行って、で、フォーカスで回復2とかでかいよ。もしあるなら。おい、次元山してくるぞおい、魔法剣士だ俺が一番苦手としてるキャラだ。魔法剣士。あ、あはん。ほら。やっぱり強いよ。強かったけど、俺の一歩二歩先を行かないと。単純な攻撃をしちゃ黙れば勝てる。喋ってたら死んでた。お見事。あっぱれだ。下はどうなってんだ。バレ。うわ、はいはいはい、回復。だね、チミは。これ下から行くべきか上から行くべきか、上から行くべきか下から行くべきか、下から行くべきか、下から行くべきでした。ショートカットが開けたね、これで。ナイスー。というかもうすぐでお金が1000貯まるよ。みんなすごいね、ここ。キモいね。ごめん、頭おかしくなりそうなんですよ。遠距離攻撃やめて。しかもこいつ負けないんだよな、多分。死んでやめてくれ。詰めるに詰めらんねん。トークで上来い。ナイス。一旦いや嘘だ。本当に嫌い。魔法使いなんかやめろ。使うな。ああ、ショートカットか。じゃあ上行くか。ずいずいと上行きますか、じゃあ。こいつ一体何なんだろう。あ、いっぺんに死ぬ。一体倒すと。なんマジ謎。虫のモチーフ何なんだろう。
ね、何がモチーフになってんだろう。今まではちゃんとモチーフがあったのに。詰めるが勝ち。離れたら終わる。いや、まあ、ベンチ欲しいな。一旦避ける？攻撃して避ける？こうなったら勝ち。オッケー。あー、しんどい。ここ何？ここなんか必要そうだね、スキル。オーライ、魔法には魔法で対抗。あと一発殴れば勝てる。オッケー、完璧。強い相手と戦うとなんでこんなにもワクワクするんだろうね。ゲームっちゅうのはこうでなくっちゃ邪魔だわ。なんだお前らは。なんなんだお前らは。死ぬ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 。数で押すな。痛いって。なにこれ。魔力の印、ソウルの聖域に込められたソウルの技法を体現するチャーム。身につけたもののソウルの使用能力を上昇させる。ソウル今読んでるでしょうか。消費量が減少する。だからあれだ、回復とカメハメハの消費量が減るんでしょ。めちゃくちゃどちゃくちゃ強いやないかい。最強アイテムか。なんでこんなソウルあるの。戦う、もしかして。いやいけるか一発で。しまったね。何、後ろ。おい、大魔導士とかやめろよ。大魔導士はやめてね。大魔導士ですね、ソウルの死。こういう系？そういう系。やばすぎ！早く来た。一発ずつ？逃げる方向ミスった。オッケー、回復しっかりして、逃げて、全然逃げて大丈夫。この戦いは攻めるタイミングが大事。オッケー、フェイント。あいつ虎尺だ。これは大丈夫？残りがが痛い。しっかり回復。ここ避ける？ここ殴る。これ当てられる。いって。いやー、見えてたはず。回復巻いて。強い強い。くそー、分かった、みんな。ごめん、めっちゃ黙っちゃったよね。こいつ強かったよ。
すごく強かった。何これ。待って、初めてのちゃんとしたボスってことこれ。待って、まだ終わってない。待って、ここからがこいつ本番なのかよ。待って、やばい。もうなんで初めてのボスで第二形態はやめろ。これで本当にもらえる能力みたいな、これ本当もらっていいの、これ本当もらっていいの、お前もうやめろよ。いいのね、お前一人目のボスだからな、空気読めよ。第二形態とかそういうのは2、3体目のボスにしろ。順番間違えた俺。破壊のダイブ、下を押しながらボタンを押すと地面に向かって勢いよく落下します。実行すると走路が消費されます。できた。ああ怖い。ああここで使うのね。ソルねえや、ソル貯めさせて、どっかで、ね、どっかでソル貯めらんない。あったおいおい、待って、攻撃技手に入れちまったで。おい、マジいいんですか。マジで、いやでも強かったな普通に。こいつら幽霊か。行くか、じゃあ。行くぞ。名前なんだっけ。ごめん、テンション上がりすぎて。破壊のダイブ、行くぞ。破壊のダイブ、なら、ハワイもない。破壊のダイブ、ハワイもない。よしよし。でもちょっと破壊のダイブ出すの若干難しい。ハロネストの面白、オッケー。で、このままズイーンと進みたいとこだけど、まだこっちにもね、ほら、レバーとかがあるから。で、破壊のダイブ。まだ上の方に破壊のダイブ、あった。できる場所。ちょっとごめんね。気持ちよく進みたいのは山々なんだけどさ。こっちはあれだよね。さっきあった場所だよね。行ったんだもんね。こっちはね。そうだね。行ったね。オッケー。破壊のダイブをじゃあ。まあ、そこにも破壊のダイブできる場所ある。おいおい、ソウル増やしてーぞ、これ。死ぬぜ。やばい。しかもここ行けないやん。はへほひとひなひろひなと。あ、待って、ここ破壊のダイブできるね、やっぱ。やめろ、数で、本当に数で押すのやめて。で、イモムシいたよな、途中。やべ、出なかった、ボタン。ああ、だけど俺には勝てないぞ、お前ら。はい、はい。ほいほい、はい。ここ、オープン。で、破壊のダイブしたから、このままスル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 、ぴょん、ピッ。はい、ピッ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 、オッケー。で、ここかい、待って、この上ってなんかあんのかな。気になるところは全部行きたくなる。それが私でございます。はい、オッケー。
やたらしい能力手に入れちゃった。待って、これでさ、なんかクリスタル洞窟みたいなとこ行けんじゃない？あ、ありがとうございました。助かりました、本当に。師匠、行こう。うん。ソウルちょっといただいて。いや、マジでやばいって、このゲーム、マジ。なんなんだよ、ほんと。あ、あそこも、破壊のダイブが。終わりだ！滅せよ！ここも使える。あれ、これ戻ってきただけか。ここ来た記憶あんだけど、俺なんかここ来たよな一回。うん、これ起動してるってこと。そうだ、じゃあここに使うのか。うん、ここにな。ほっ、あら、同時押しが結構大変かも。ここも来たとこだよな。だよな。あれ、もうここはやること終わった？もう。ぽいよね。特にやることないんかな、もう。いいかな、じゃあ。帰るか。うん、帰ろう。帰り道にもなんか行きたい場所あったしな。よいしょ。ほい。これ手に入ったことによってぐらつきエリアのところは奥進めるようになったから、じゃあこの次に行く場所はあれか。まあ、またここいつか帰ってくるだろうけど、あそこ行けないからね。あ、ここもいいんだもん。待て、俺こっち行ってねえな。あ、行けないんだ。そうだそうだ。じゃあ一旦ここは置いて、なんここ、ああショートカットか。ああ、でかいでかい。どうする？下のさ、待って、ここなんだ、俺行ったことねえぞまだ。はい、イエー、忘れてた。言い出すんげー。金めっちゃ溜まってんな。預けて銀行に。どうしよう、王家の水路行く？多分まだなんだよ、こっち行くの。わしの予想な。いや、こっちは何じゃ。うっ、なんだ、珍しい品物でも探しているのか。触るじゃないぞ、こいつはわしのものだし、小汚いチビスケに売るつもりはない。とはいえ、お前も旅の途中で珍しい品物を見つけたことはあるだろう。そいつをわしに売る気はないか。適正額で買い取ってやるぞ。あー、なるほど、こいつにこれを売ることできんのね。はいはいはい、好きなやつには高値で売れるっていうのね。ロール社の意思か。この王国ではさぞ珍しさ、さほど珍しいものではないが、そこに書かれた言葉を解読するのは非常に楽しい行為だ。まとめて読むと、おぞましい物語が浮かび上がってくる。このハロネストの遺跡を旅した者の多くは悲惨な運命をたどったようなの。おー、売りましょう。はいはい、ハロネスの魔性か。そいつは興味深い。王国にいた5体の偉大な騎士については知っているか。ああ、彼らはハロネスへ、慕われており、王国の年代史の中でもしばしば研究されちょる。ここではなく、一つの集団としてな。個々の名前や外見などは歴史から消された状態だ。彼らが生きた、相当な昔だけに、もし個々の身内を調べ出すことができれば、偉大な発見となるだろう。ありがとう。あ、でも全部売っちゃうか。ああ、ありがとう、ハグリッド。買い取ってくれ、全部。ああ、すべて買い取れ。お前にすべてをやろう。ああ、くれてやる。これで帰り死んだら最悪だ。さあ、これで無事、無事帰れればの話だな、こっから。任務が変わりました。帰ります。
どう帰るのが一番近道だこれ。上のルート通って行くのは無理っぽいから、下から行こう。下からずいずいずいっと上登ってって、戦わない、戦ってやんないよーんだ、もう戦ってやんないよーだ、俺は誰とも戦いたくはないんだよー。はい、失礼しますよー。ほい、回復だけさせていただいて。いや、こんなにお金貯まったんだったらマジ買い物めっちゃできんぜ。あ、なんか青のなんちゃらが欲しいよね、鉱石。それがあればさ、また針強くしてもらえるんでしょ。で、金めっちゃあるから使いまくって、アホみたいに使いまくやめてアホみたいに使いまくってチャームをつけられる数を増やしたい。で、長い針とかつけたいよな。もうね、圧倒的長さが欲しい、リーチが。いいね、埋まってきたね、涙の都も。最高。楽しい、マジで、このゲーム。みんなやってみて。本当に何度も言うけど面白いよ。PS4 でめっちゃ安く売ってる。スイッチでも確かあったはず。PS4-5-1 版で私はやっておりますが、めちゃめちゃいいものですよ。べえ、忘れてた。お前がいるんだったな。うん、最悪だ。この上はなんだ。ああ、奉仕の。いや、待って待って、これさ、いけない？いけないんだっけ？あ、そうだ、いけねえ。あ、いける！そうだ、こいつらがいるんだ。最善の注意を払っていこう。いすんぎベイベー、いすんぎベイベー、これはかなり危険信号、危険信号、一旦引きます。おじいちゃーん、あ、来てくれた。あ、この駅のことはよう覚えてる。最後のスタグ。ああ、そっか、そうだ。はいはいはい。聞く。ああ、じゃあ乗せて。都の倉庫。じゃあ一旦ダートマウスに帰りたいと思います。今日ダートマウス変えて買い物をしておしまいにしようかな。いや、強かった、ソウルの死。魔法系。いや、なんか、変な話、ぶん殴り合戦も多分相当しんどいゲームだと思うけど、俺的にはね、遠距離攻撃の方がきついのよ。なんでかって言うと、避けた後に詰めるまでにさ、敵が動いちゃうからさ、まあ、それが多分、ね、遠距離の強みなんだけど。待ってますよ。じゃあ買い物しよう。この、ルマバエのランタン、これ買いましょう。たっけー、仮面の破片。監督？実はね、俺もう2個持ってんの。これで3つ目だ。まだまだ先の話だね。器の灰も買っちゃおう。これじゃあ、これ買えないぞ、多分俺バッチ。あ、こんな形してんだ。バッチ買えなくなるって。あ、待って待って、お前、そういえば全部買ったんだが、なんかね、得点ない？エコバス。うん。あー。何？俺鍵持ってるよ。ああ、じゃあ、ストーリーが進行していくことによって、多分こいつが倉庫の鍵を見つけるんだろうな。じゃあ、こっちだ、次。もひもひ。光るマーカー。光るマーカー。ここも全部買い占めちゃおう。ああ、これで買い占めだ。パープナーだ。うん、悪いけど、もう売れるものは残ってないわ。うん、儲けた銃を使って何をするのか知らないけど。これ買ったことによってなんかありそうだよね。あ、待って、俺さ、ごめん、最後にみんなにね、最後に、王の道覚えてる？一番最初スタートしたところあるじゃん。あそこでね、ちょっと気になるところがあったのよ。ずいぶん前の話になるからあれだけど、この壁キックが使えることによって上登れるべ。はい、またこっち帰れるでしょ。ここ！はい！はい！これでいけ！ほい、これでいけんのよ。冷静に思った、進んでて。高貴なものよ。これはその時に伝えることは、我らの土地においてその真の姿を隠すことなかれ。ああ、偉大なるもので照らせ。何これ。死にゆく者の怒り？
死を目前にした者が感じて怒りと勇気を体現したチャーム。死が目前に迫ると使用者の力が倍増加する。なるほどね。体力1になった瞬間に、待って俺さ、ねえライト持ってる。これルマバエのあれでしょ、これランタン。え、これで真っ暗真っ暗ステージもいけるってわけでしょ。なんだこれは一体。おい、ふざけるな。じゃあ次回このボスマークだな。国乱の神殿ってとこ、あ、国乱の神殿は行ったよ。なんか更新されたっぽいからそこ行ってみましょう。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コメント本当に励みになっております。送ってくださってる方々ありがとうございます。じゃあ次回の動画をまた見てください。バイバイ。